誰が司会か。映画に関して質問がしたら彼に直接聞いてください。でも、今だけ。で、2つ目のご質問ですが、オリンピック誘致の段階で、当時の、当時というか、現安倍総理がですね、原発事故はアンダーコントロールだという表現を使われましたが、この表現は適切ではない、当時から私はですね、決してアンダーコントロールと生きることはできないというふうに、私も多くの人も批判しています。今の政府は、ある基準以下に、その放射線量が下がったところには、帰るようにと、で帰らない人については、これまで行っていた、例えば住宅支援などを来年の4月で打ち切るというふうに言っています。私はこれは間違った政策だと。例えば一定の基準よりも下がっても帰りたくない人、あるいは他の理由で帰らない人に対しても、国と東電がきちんとですね、サポートを継続すべきだと考えています。私自身、3.11 までは、日本の技術はかなり高いので、チェルノブイリのような事故は起きないだろうと思っていました。しかし、実際にチェルノブイリの事故よりももっと大きな事故が起きた、この現実を体験して、私自身、原発に対する考え方を180度変えました。つまり私は、その原発をなくすることが、日本にとっても世界にとっても必要なことだと、こう確信するようになりました。